清掃待ちわびた器よ。だが、主にあだなした。この大逆の罪は捨ておけぬ。今ここで、何時の、その、声太った自我を滅す。なあクライブ、シドを名乗るお前は誰かを救えたのか。マザークリスタルの破壊、たくさんの人を不幸にしてしまったわ。結局志など何の役にも立ちはしない。所詮は綺麗事なのよ。後にも先にも、そこにあるのは積み重なった死体の山だけ。そう、どんなに頑張っても報われることはないんだ。だからもう無理はしなくていいんだよ。そうなのかもしれない。お願い、誰か私を助けて。誰か私を愛して。どうして手に入らないんだ。こんなに願ってるのに。人が自我を持ったがために己の欲望に固執する、不完全な存在となった。それゆえ自らを苦しめ、あやめ、自らの欲望で世界さえ壊してしまう。なら何も考えない方が楽になれる。ああ、そうだな。これは幻だ。すぐに終わる。帰ろう、兄さん。兄さん。あなただよ、クライブ。クライブ。
これでもう迷わない。そうだ、俺はクライブ・ロズフィールドだ。兄さん、アルテマ。ミュートス、ここまでしても自我を消すことができんとは。しかし、なぜフェニックスがここに。外界から干渉することなど人の身にできるはずが。いや、元よりここにあったのか。ミュートスの自我にフェニックスの像が刻まれ、思念によってその実体を得たとでも。思念が人を創造。人の思念、思いとはこれほどまでの力を。ここから出させてもらうぞ。目を覚まして、兄さん。ジョジョ、俺は大丈夫だね。奴の支配から逃れた。それより、ロゴスに偽りの神となろうというか。進化の道を外れ、我と肩を並べようなど。これ以上汝の見ままを許しはせぬ。一体何をする気だ。オリジンをもって我本来の力を蘇らせる。そして汝に耐え難き絶望を与え、文字通り肉の器としてやる。我が力、思い知れ。全てのマザークリスタルは消滅し、エーテルを集めるという役目を終えた。
長きにわたる計画も間もなく終局を迎えようとしている。お前もまたその眠りから覚める時だ。さあ、アマかけるよ、オリジン。ドレイクスパインは消えたってのに、あいつらどこに行っちまったんだ。おい、あれを見ろ。エーテルが集まってる。一体何が起こっている？わからないわ。戻ったのか。クライブ、ジョシュア、ジル、みんな無事か？平気よ、何があったの？詳しくは後だ。見ろ、エンタープライズを出せ。引くぞ、目的は果たした。世の役目だ。頼む。みんなに状況を伝えた方がいいな。オットーに話して集めてもらおう。しっかり支度しな。いい品が揃ってるよ。
選択だ。持ってきな。ちょうどいただくよ。また来ないよ。一仕事してやろう。何を作る？こいつなら敵なしだ。よし、できたぜ。また来いよ。よう、クライブ。何が必要なんだ？よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。またな。何か用かい？さあ、見ていきな。いい選択だ。持ってきな。いい選択だ。ちょうどいただくよ。また来ないよ。一仕事してやろう。何が必要なんだ？じゃあな。支度はできてるか？何を作る？よし、いい出来だ。またな。空は晴れないし、妙なものが浮き始めて。あれを見てると、お帰りなさい。こちらがあなた宛てに届いた品です。また来てくださいね。よう、クライブ。はい、どうぞ。じゃあな。戻ったか、クライブ。空に浮かぶあの気味悪い塊は何だ？一体何があった？これから状況を説明する。みんなを集めてくれるか？わかった、ちょっと待ってろ。みんな集まったか？察しの通り、空に浮かぶ黒い塊はアルテマの仕業だ。そして
あの内部にはオリジンと呼ばれるものが存在している。そのオリジンのせいでクリスタル自治領は壊滅、我が祖国は失われたわけだ。自治領にあった戦闘、あの遺物は古い文献にも登場する。あれはおそらく地表に出ていたオリジンの一部だったのだ。イニシエの時代からあの場に眠っていたとは驚きだ。黒い塊が現れてから突如アカシアに襲われて各地が混乱しておる。ランデラですらな。一体どうなっているというのか。各地でアカシアが増えてるらしい。要所には石の剣を向かわせたが、それもいつまで持つのかわからねえ。この隠れ家では具合の悪くなった人が出始めたわ。まさかアカシアになるなんてことないとは思うけど。もしかしてあの塊はエーテルを吸収してるんじゃないかしら。マザークリスタルのようにエーテルが集まるのが見えたの、ストーンヒルで。だとすれば黒の一帯が急速に広がっているという報告にも納得が。あれが大地から強引にエーテルを吸い出してだとしたら、地上のエーテル濃度も上がっているかもしれない。それがもしや原初のくさびの効果を加速させてアカシアたちの増加に。そういうことか。問題ない。アルテマは言っていた。オリジンを持って本来の力を蘇らせると。つまりオリジンに行くことができれば、どんな形であれ奴とまみえるはずだ。でもあんなとこまでどうやって行くんだ。空は飛べないぞ、さすがのエンタープライズも。それはここまでにしておくか。この場で考えても結論が出るもんじゃないだろう。おのおので対応できることから始めてくれ。クライブ、いいな？なあ、そうしてくれ。さあ、それじゃ一旦解散だ。ここまで来たらジタバタしてもしょうがない。疲れたろう。お前も少し休め。分かってる。どうしたんだ、ジョシア。たとえ俺たちがアルテマに作られた存在だとしても、こうやって生きている。どんなに無様で愚かだろうが、俺は生きるために戦いたい。それはアルテマも同じだった。生き残るために新たな世界を作ろうと。つまりこれは互いの生き残りをかけた戦いなんだ。人と神のね。そしておそらくどちらが勝ったとしても厳しい世界が待っている。アルテマに負ければ人は滅び、勝っても得られた自由は間違いなく人に新たな枷を生み出してしまうから。
だが人には意志や思いがある。いつかその枷を外せるはず。困難でもいくら時間がかかってもみんなが手を取り合って何倍もの力で立ち向かっていけるだろう。俺はな、ジョシュア、信じてるんだ。人が人として生きられる場所はそんな世界だと。そうだね。僕たちは信じる道を進もう。僕の翼であそこまで飛ぶ。かなりの距離を飛ぶことになる。お前の体調だって万全じゃない。体を気遣え。兄さん、僕はフェニックスのドミナントだ。きっと何とかしてみせるよ。これは僕たちの問題だろ。わかった、頼む。決して無理をするなよ、いいな。戦うのは俺の務めだ。頼りにしてる。待て、ジョシュア。キコーラの目的はアルテマを撃つことだろう。ならば本陣を叩くまで戦力は温存すべきだ。イフリート、気候に召喚獣の力を食われたドミナントもまた権限できるというのはまことか？ああ、しかしあれは己を捨てる行為だ。はあ、ヨガオリジンまで送ろう。その力は決戦まで取っておくといい。ディオン、なぜ？下手をすれば人としての全てを失いかねないぞ。彼女までは持たせてみせる。一度は失った命だ。もう恐れないさ。それにアルテマにも大きな借りがある。一人でも行くつもりだったからな。感謝するよ、リオ。礼なら終わってから聞こう。ディオン・ルサージュは覚悟を決めた。俺たちも行くぞ。そうだね。しっかり支度をして出発しよう。あとはジルとも話しておかないと。シドにお外の話聞きに行かない？カローンや各地にいる協力者たち。空は晴れないし。自宅は済んだの？あらかたな。
アルテマを倒してくれよ。奴はバリスゼアに災禍をもたらし、あまたの人生を狂わせた。今度こそ全てを終わらせる。神を相手に戦うんだ。これまでで一番の大戦になるな。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。待ってるから。約束しただろう、また一緒に月を見るって。ええ、信じてる。よし、悔いが残らないようできるだけのことをしてから出発しよう。おお、クライブ。クライブ、待っておったぞ。ラザフォードから知らせがあった。世話になったな。いえ、お気になさらず。奴の報告を聞くに、わしの思った以上に世界は切迫した時局にあるようだ。おじさんが危惧することは現実のものになりそうです。未曾有の大混乱、明日にでも民のタガが外れてしまうかもしれん。民誰しもが理性を失った獣になるのだ。かつてのアナベラのように。それだけは何としてでも避けねば。はい、そう思います。大きな問題となっているのは兵士の暴走、物流の停滞による食料不足、そしてそれによる民の動揺だ。多くの民は為政者を失い、混乱の中でさまよっている。民が立ち上がり自治を行っている町もあるようだが、それは全体から見ればごくわずか。国や軍に頼れぬ今、わしらが動くほかあるまい。誰かが道を作ってやらんとな。おじさん、問題の一つ、兵士の暴走については治安の維持に大きく影響する。真っ先に手を打つ必要があるだろう。そのため知人であるハベルに協力を仰いだ。確か共和国の軍人でしたね。巨大なダルメキア軍の参謀を務めるほどの男よ。あれの他に敵人は思いつかん。だが奴は条件を出してきよった。条件ですか。ああ、滞在人シドとの面会をな。わしに手を貸すということは遠からずお前にもつながっていく。故に一度直接会ってシドがどんな人物かを見極めたいそうだ。クライブ、どうか協力してもらえないか。ええ、構いません。他ならぬおじさんの頼みです。断る理由はありませんよ。それにこの混乱を収めたいのは俺も同じですから。礼を言うぞ、クライブ。早速ハベル卿と話してみましょう。彼は今どこに。迎えにやったラザフォードと共にランデラ関所の前にいるはずだ。わかりました。それでは行ってきます。クライブ、頼んだぞ。
珍しいな、彼女からの頼みとは。気になるな、裏デッキに行ってみよう。カローンや各地にいる協力者たちは、トルガル、カローンが心配してたぞ。何を見ているんだ？そういえば、この足の飾りはいつから？シドがつけたんだよ。初めて隠れ家に連れ帰った時にね。シドが？この子が来たばかりの頃は自分の前足を噛む癖があったんだ。見かねたシドがそいつを無理やりはめたのさ。トルガル、どうして？語り部によれば、マロってのは一度主を定めるとそばを離れたがらないものらしい。あんたと離れてしまったことに心が耐えきれなかったのかもしれないよ。外してほしけりゃてめえで探し物を見つけてみろってよくシドがトルガルをからかってたもんだけど、まさか本当に見つけてくるとはね。そうだったのか、すまなかったなトルガル。よし、そいつを外してやろう。おや、ゾンガイ気に入ってるみたいだ。そうか、これはお前にとってシドの形見でもあるんだな。なんだ、外へ行きたいのか？やっぱりどこかに行きたがってたんだね。私の思った通りさ。俺なんかよりずっとトルガルを分かってる。そりゃそうだろう。この隠れ家で一番面倒を見てるのは私なんだから。カロン、ありがとう。いつもトルガルを気にかけてくれて。この子はおしゃべりじゃないから気が楽なだけだ。ほら、さっさと行ってやんな。たまにはトルガルに付き合ってやるとするか。ミド先生。シド、ちょうどよかった。なんだ、また何か分解でもしたのか？もう違うってば。ミド先生のことで相談があるの。先生、少し前から様子が変で。なんだかずっと考え事してて、僕たちと話してても、上の空？上の空。そう、上の空なんだ。少し前というのはいつのことだ？ほら、ミド先生の大事な船でシドを助けた時。ドレイクスパインから戻った時か。エンタープライズにも被害が出たようだからな。大事な船壊れちゃったの？だからミド先生は元気がないの？ミド先生にはいつもみたいに面白いものを作って笑っててほしい。ねえシド、先生のところに行ってきてよ。ミド先生を元気にしてあげて。わかった、
俺が行くとしよう。少し話をしてみるよ。本当にありがとう、シド。ミド先生はきっと工房にいるよ。あそこはミドのダンジョンだよ。ああ、待っていてくれ。ミド、少し話が。なるほど、こうすればよかったのか。だとしたらミスリル機関を改良すれば。もしかしてお前、隠れ家に戻ってからずっと船の改良のことを。当たり前だろ、今考えなくてどうすんの。まったく、子供たちが心配していたぞ。お前が落ち込んでるんじゃないかって。そこまで没頭するのは相当のことだろう。俺にも教えてくれないか。エンタープライズはこれまでにない高速船だ。だけど所詮は船、速度には限度がある。もし飛空艇みたいに飛べたならドレイクスパインでももっと早くクライブの元に駆けつけられたはずだろう。今は船を飛ばす魔法なんてないし、大昔の連中に負けたみたいでなんだか悔しくてさ。でもこの設計がうまくいけばエンタープライズが化けるかもしれない。幼い時からぼんやりと思ってたけど、そろそろ真面目に取り組んでみるよ。まずは実験からだな。俺に何かできることは。さすがクライブ、持つべきものは頼れる頭だ。だったら一緒に実験用の模型を作ってくれる？私が設計をしている間に材料を集めてきて。そうだね、材料の一つは組み立て用の潤滑油。以前オールドヒルで使ってたような造船用のものがいい。もう一つは模型の基柱に使う軽くて丈夫な魔物の骨なんだけど、こっちは当てがないな。それなら石の剣の連中に聞いてみよう。彼らはよく獣や魔物と戦っているからな。そうしてくれると助かる。それじゃあクライブ、材料集めは頼んだよ。よし、まずはサロンへ行って石の剣の誰かに聞いてみるか。ミドがいる間に次は何を作るか決めよう。エディータが書いてくれた物語のおかげね。空に浮いてるあれ、彼らのことは。みんな仕事もせず空に気を取られすぎさ。シド、今お話をしても。ああ、構わない。私はヘルマンと言います。先日石の剣に入隊したものです。どうか私に灰の大陸への渡航を認めていただけないでしょうか。灰の大陸は危険だ。石の剣といえど隊長以外に渡航許可は出せないはず。なぜあの地へ。実は手に入れたいものがあるんです。私はかつて
ウォールド王国にあるバートバッハ孤児院にいました。しかし孤児院というのは建前、あそこはベアラーの子供たちを兵士として鍛える養成所だったんです。痛みに耐える折檻や感情をなくすための訓練、兵士となる前に大勢の子供たちが命を落としました。そうだったのか。死んでいった尊い仲間たち、私は彼らがこの世界に生きていたこと、一人一人の名を覚えておきたいのです。そのためには孤児院のどこかにあるはずのベアラーたちの名簿がどうしても必要で。シド、お願いです。私を灰の大陸へ行かせてもらえませんか。理由は分かった。だが石の剣の規則はオットーが定めたものだ。この場で渡航許可の例外を認めるつもりはない。そうですか。やはり無理ですよね。代わりに俺が行くことならできる。ベアラーたちの名簿を探してみよう。本当ですか。ああ、任せておけ。ありがとうございます、シド。バートバッハ孤児院と言ったな。それはどこにある。はい、ビザールグレス平原の丘の上にひっそりと立っています。そうか、では待っていろ。どうかお気をつけて。兄さん、どうしたんだ、ジョシア。神妙な顔をして。実はシリルから知らせがあってね。父上の遺言書が見つかったそうなんだ。そんなものをどこで。ロザリス城だよ。ここ最近俗領総督府が弱体化したのを機に、不死鳥教団は改めて城内を調査していた。そして地下墓地に隠されていた遺言書を発見したと。地下墓地、風悟と戦ったあの場所か。このことで僕たちに伝えたいことがあるみたいだ。兄さん、シリルに話を聞きに行かないかい。ああ、そうしよう。父上の遺言なら放っておくわけにもいかない。ありがとう兄さん。それじゃあ支度ができ次第タボールへ行こう。シド、ご相談が。どうした。私の主人だった先の奴隷商人から荷が届いたのです。自首をする直前に出したものでしょう。中にはウォールード王国におけるベアラー兵の管理記録が入っていました。なぜそんなもの。私への罪滅ぼしなのかもしれませんね。次の仕事先だったみたいですから。記録によればバルムンク監獄という場所に主を失ったベアラーが捕らわれたようです。本来ならそこでベアラー兵として教育されるはずが、監獄が破棄されたことで今も取り残されていると。奴隷商人は彼らをさらい密売するつもりだったのか。もしベアラーたちがまだ生き残っているなら、私たちの手で保護したく思います。ですが危険なウォールード領に他の隊員を向かわせるわけにもいきません。そこでシド、あなたの力をお借りしたいのです。バルムンク監獄の調査にご同行いただけないでしょうか。協力しよう。ありがとうございます、シド。だがウォールードはあの状況だ。調査をするのはいいが、ベアラーたちは残ってないかもしれない。シド、実は記録の中に知った名を見つけたのです。
かつての仲間でチャドウィックと言います。ベアラー兵としても優秀な男でした。もっとも本人かどうかの確証はありませんが。仲間に加えたいか。生きているならば。わかった、とにかく現地へ行ってみよう。バルムンク監獄は灰の大陸中部レーベンウィット城塞に隣接しているようです。私は先へ向かい周囲の状況を確認します。監獄の前で落ち合いましょう。ああ、無理はするなよ。シド、お願いがあるのですが。なんだ、言ってみろ。はい、先日救助されたベアラーの一人が石の剣への入隊を志願しているのですが、入隊前に適正試験を課すことになっており、その審査をやっていただけないかと。審査？どうして俺に？その志願者が石膏になりたいと申し出ているのです。しかし石の剣には石膏隊と呼べるものはなく、隊員が各々に活動している状態。経験のある隊員たちに審査してもらおうと思いましたが、あいにく出払っていまして。外に出ることの多い指導なら第三者の視点でご判断いただけるのではと。なるほどな。どうか適正試験の審査をお願いできないでしょうか。引き受けよう。ありがとうございます。入隊志願者はノースリーチ付近に待機させています。後ほど私も向かいますので現地で合流しましょう。ああ、わかった。それではよろしくお願いします。よし、支度をしたらノースリーチに向かうとしよう。